こんばんは。こんばんは。さあ始まりました、はい、今月から新番組と、なります。おはい、りょうとゆうやのわかんない、最初です。1回目です、今日1回目ですから。ゆうさん、いけたじゃん。いけましたね。ありがとうございます。りょうとゆうやの、はい、はい、ということで、うん、今日も5000人の観覧客の皆さんに来ていただいてます。そうだね、はい、うん、ね、今日から、スタートでございます。この番組改めて説明いたしますと、片山亮はですね、もう3、なんていうんですか、クールごとに固定 MC というかで、うん、相方がですね、3ヶ月ごとに変わるんでしょ。そうなんですよ、ちょっと寂しいシステムになってるんですけど、うん、今回は3ヶ月きりの男ってことでしょ。ちょっと言い方が悪いですね、うん、言い方がね、うん、パートタイムラバー、うん、あったね、うん、まあシンガーソングライターが2人集まって、はい、シンガーソングライター阿部優也です。どうもお願いします。そしてシンガーソングライター片山亮でお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いしますね、各週毎月、第2第4火曜日で、火曜日、はい、お届けしておりますこの番組でございますけれども、今月から、りょうとゆうやの今何日中が始まりましたということで、ね、どうですか。いいんじゃない。いいんじゃない。このさ、めっちゃ人事じゃないですか。この番組タイトルはね、うん、あれ俺は気づかなかったんだけど、はい、こうりょうにしょっちゅう電話するわけ、はい、なんだかんだ、はい、なんだかんだね。片山くん今何中って絶対言うんだって。絶対言うんですよ 100%、はい、まあ、最近片山金になってますけどね。そう、呼び方も、うん、片山金今何中って絶対言う、はい、言われてみたら、はい、言うわ。絶対言ってます。言う。そうだからこの番組タイトルに、なりました。はあ、ね、まあ、ゆうやさん、はい、ね、こうゆうやさんがどれだけのおしゃべりを繰り広げるかっていうのが多分みんな期待しているところだと思うんで、あのね、もうそれお門違いです俺何も出てこねえよ。いや、うん、出していきましょう。まあとりあえず音楽とおしゃべりと両方ね、うん、行こうかなと思いますので、まず CM 明けから早速ライブを見ていただこうと思いますので、うん、はい、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。では CM です。いつだってずっと笑っていたいな僕は、ああ君の世界で画面の向こうの皆さんもありがとう。多分駆け込んだローカル線上り列車三両編成街へ窓から見えるすべての景色は時計の針蒸し
してた一瞬うつぶった未来のイメージから君はただ僕を見ていたいつだって誰だって明日の行方もわからずに胸を痛めながら息をしてるいつだって僕はただ幸せでいたくて笑うんだ涙には鍵をかけた狂ると回した時計の針は秒針が外れて壊れてしまった一瞬映った未来のイメージから君をただ取り出そうとしたいつだって誰だって明日の行方もわからずに胸を痛めながら息をしてるいつだって僕はただ君の笑顔を見ていたいだけ涙には滝をかけて抱え上げたあの日の自分は今よりもっと全てに憂いでいた夢だけど夢だからいつだって誰だって簡単に忘れてしまうからね大切な思いも忘れたくないと願っていてもいつだって誰だって明日の行方もわからずに胸を痛めながら息をしてるいつだっていつだってずっと笑っていたいな僕はああ君の世界でありがとうございます。希望の歌聴いてください。悲しみの足音。忍び寄る悲しみの足音聞こえないように歌う希望の歌心から安らげる安全地帯はないその笑顔その未来を守る
切した欲望傾きた明日不死ぬ病明日もまた今日みたいに君と笑い合えてる午後が流れている可能性は決して100じゃないから避けられない悲しみの足音聞こえないよ肩並べて夜空見上げている可能性はきっと50もないから忍び寄る悲しみの足音聞こえないように歌う希望の歌ありがとう。さあ改めまして、はい、始まりましたよ新しい番組が、ね、はい、はい、どうですか改めてあ喋ってちょっとライブをして、うん、した感じいいんじゃないなんで一言なんですかすごくいいんじゃないすごくいい、まあ、すごくいいってところでもう
いいなって感じしますけど、うん、はい、ということで、はい、ゆうやさんと番組をやるってね、はい、なって、でどういうことをやろうかっていろいろ喋って、まあ、ツイキャスってやつとかも俺生配信してるんですけど、その中で2人でこう話して、うん、何やろうかって言っていろいろ出ましたよね。いろいろ出たから、はい、3ヶ月あるから、はい、いろいろやろうよね、うん、ワンクールの中でどれだけのことをできるかっていう、そう、うん、ね、でその中で1個ね、これはいいぞっていうのがあったので、それを完全に採用させていただきまして、うん、はい、はいね、ということで、じゃあ新コーナーを早速ご紹介しましょうか。はい、はい、さあ今コーナーを探しております、ね、皆さん多分もうちょいこっちに来れますか、ゆうやさん、はい、生放送ですよはい、つけました。題して宝箱ひっくり返してみましたからのコーナー。そう、あのさ、あの宝物を、はい、紹介するっていうね。そうですね、うん、シンプル。ただゆうやさん、はい、これがっつりゆうやさんが考えたタイトルですけど、うん、タイトルはりょうが考えましたっていつの間に書いたんですか、うん、これ。いや俺知らねえ、今度字面でごまかせない字ですよこれ。うん、ね、紹介 していこうよ。はい、じゃあ今日は宝物がねそんないっぱいあるわけがないので、毎回2人で1個ずつやってったらそれ本当に宝物っていう、ね、ところまで行っちゃう気もするので、うん、じっくりとじっくりとね1人分ずつ紹介していこうかなということで、はい、今週はゆうやさんの宝物を、紹介していただきたいなと思います。はい、はい、じゃあちょっと宝箱を、はいはいね、今宝箱の準備に入りましたので、ね、事前にこれは俺フライングで見ちゃったんですけど、すごい1回目にふさわしい宝物がねひっくり返したと出てきまして、さあ宝箱出てきました。はい、これは、はい、もう人によったら、はい、もう価値のないもんなんだけど、まあ、人によったら人によれば、ね、そうかもしれないですけど、俺にとったら、はい、もう火事になったら、はい、まずこれを持って逃げる。それだけ大事な。そう、もう ほとんどほぼ金庫みたいなやつに入れてるから。普段からですか。うん、金庫っていうのは言い過ぎた。宝箱、うん、木箱、木箱だいぶうっすらしましたけど、うん、ね、じゃあその内容をご紹介ください。は、はい、俺ね音楽を、はい、中学校2年ぐらいから始めて、はい、で曲作り始めたのが多分中3ぐらいなんだけど、おその時からほら思いついた曲をさ、はい、こう残してるわけ、うん、テープ。最初はもうテープだよ、テープ、うんうん、でこうオリジナル曲をさ、はい、取りためてたの。最初1本のカセットテープ にラジカセで撮って、はい、そしたらある日さ、はい、聞いたら、はい、うちのお母さんのさ、はい、英子って言うんだけど、はい、英子ベストになってたの。英子さんが大好きな曲が上からダビングされてた、はい、俺の最初の頃のだよ、初期の阿部祐也初期、うん40分分消された。全部全部何が入ってたんですか。分からないの。いや、その英子ベストは何が入ってたんですか。それ竹内まりやさんとかが入ってたんだけど、はい、でそのテープを取り返して、はい、ね、死んでも消すなって書いたこれが一番最初の死んでも消すなテープ。 これちょっと映るかな、ちっちゃくて映んないか。死んでも消すな、死んでも消すなに熱意が入ってますよね。そう、もう死んでも消すなテープっつって、はい、俺はもう これでさ、こうもうなんだろうな、うん、しかもこれ、うん、このちょっと見せてください、そのテープ。何何、これ俺よくファミリーブックで買ってました。俺買ってた TDK の。これがさ、もうボリューム、はい、もう全部で言ったらもう20、30いってんだよ。で相当ありますね。そう、相当ある。もう、はい、
宝物だね本当にもう、まあ、俺前バンドやってたんだけど、はい、バンドで CD になってる曲も、はい、アベイウェで CD になってる曲も、はい、提供した曲も全部ここにある。こっから生まれた。そう、じゃあまだ日の目を見てない曲たちも、うん、の方が多いよ。だって これも初期の3箱だから。何箱あるんですか全部で。全部で確認しますまあでもそれだけあるってことですよね。そう、最初がまあこのテープなんだよ、はい、カセットテープ。はい、でその後こう MD になるんだけど時代を感じますね。そうそう、ほら、あ、すごい、めっちゃ入ってんだよ。30曲ぐらい入って。書きましたね。だって俺も書きましたもん昔、うん、人の曲名ですけど、うん、はい、MD の裏って。いやーもうこれマジで、でもこんだけあって未発表曲が多いっていうことはまだまだゆうやさんの音楽聴けますよこれから。当たり前だよ、ね、終わんねえんだよ。嬉しくなりますね。嬉しい。もう落ちた。例えばね、こう、はい、サザーランドプロミス候補曲とかさ、あ、こうそう、なんかそういうさ、俺の足跡なんだよもうこれ。候補曲ってことは、そう、あの曲じゃなかったかもしれない曲も入ってるってことですか。そう、いっぱい入ってる。だから曲作りとかで、はい、煮詰まったら、はい、この辺をこう適当にこう弾いて聴いたら、あ、いいじゃんってなっちゃうでも、うん、テープ聴ける環境とかあるんですか。ある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 。ちゃんと用意してるんですか。用意してる。抜かりないですね、うん、MD も聴けるようにしてるよ、はい、今はあの携帯になっちゃったんだけど、あー、ボイスメモ、そう、データになっちゃったからさ、はい、パソコン壊れたら結構ピンチですね。そう、まあ、あの外付けの、そうやってるけど、はいはい、なんかさ、なんかこっちの方がさ力くれるんだよね、なんか。まあ、そうですね、あの、その時の気持ちも、うん、だって思い出したりするじゃないですか。思い出すよ、この特にこの1本目のこの片面20分のやつ、死んでも消すなって書いたこれ。ボリューム、これはでも、もう10年以上聞いてない。じゃあで今日聞くわ。ちょっと後で聞かせてください。うん、ダメ恥ずかしいもん。だってさ、綺麗、はい、にこう1曲入ってるわけじゃないの。あー、そう、もうすぐ、って言ってるだけだから、これはもう誰にも聞かせ。確かにちょっと恥ずかしい瞬間が、恥ずかしい瞬間絶対あるじゃん。あるじゃん。えっていう瞬間とか、うん、とか、ご飯だよっていうめっちゃ生活感出ていいじゃないですか。全然で入ってる入ってる、そういうの。あ、じゃあご飯だよって言われて、うん、消し忘れて行っちゃったりとかした瞬間る。 ある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 。だって巻き戻してさ探すの大変なんだよ。そうですね、うん、巻き戻して、うん、止めた瞬間がそこだったら全然わけわかんないですね、もう。うんうん、もうその話がちょっとわけわかんない止まっちゃって、うん、はい、片山くんもなんか残してないの。これ俺、学校、専門学校入ってから曲作りを始めたんですよ、うん、だからあるにはあるんですけど、うん、極端に少ないですね。あ、だからこんなにないです。こんなにね、はい、だその分データでっていう方が多いですね。あ、最近になって作りためてる方が多いんで、うんうん、だちょっと羨ましいです。だからこういう宝物、俺本当に宝物だもん、はい、もう SP つけたいもん今なんかなんとなくちょっと SP 呼んできて。そうそう、SP 呼んできて。白い手袋の人がさこう開けるみたいな、はい、お宝鑑定団にもう出せそうですもんだって。うん、4兆ぐらいだよこれ。お金持ちですね、うん、はい、まあ、うん、そんなわけで今週はゆうやさんの宝物を紹介していただきました。はい、はい、で、あっという間にエンディングですけども、来週はリオの出だよね。はい、 CM です。
すげえ。エンディングです。おお、はい、早いね。早いっすね。あっという間だわ。あっという間です。うん、はい、びっくりさせてすいません。そっか、ね、どうでした、うん、初回。初回、はい、楽しかった。本当に本当に本当に、うん、でも本当あの宝物ちょっとあれ、ああいうの見るだけで刺激されますね。本当、うん、はい、あのさ、あとゆうやまんノートっていうノートもバカみたいなのあんだよ、はい、言葉とか、うん、はい、歌詞とか。いつぐらいから書いたんですか、それ。それも中学3年ぐらい。ああ、青春が詰まってる。詰まってるね。え、今度詰まってる。今度それ勝手に見ます、ノート。はい、金庫に入ってる。木箱に。木箱に木箱気になるよね、うん、ね、木箱を持ってきてください、今度。分かった、ひっくり返しますから俺が、うん、コーナーで、うん、ひっくり返したから。ちょっとほら、お知らせ、お知らせ、お知らせ、そうですね、うん、一般の、視聴者の方ここでお別れなんですけれども、この後、エクストラタイムというもので、演奏もセッションであります、はい、有料会員の方と観覧に来ていただいた皆さんと、ね、のみの人になるんですけれども、ね、ぜひぜひ、まあ、今週ちょっとあれだったよっていう人も次回までに登録していただいてね、楽しんでいただけたらなと思います、はい、ね、なので終わる前に今一度お知らせをちょっとお知らせ、はい、ご毎週じゃない、各週第2第4火曜でしょ、はい、やっておりますので、ぜひぜひ今後末永く3ヶ月ね、うん、末永く感がね、あっという間だけど、あっという間ですね、うん、6回、まあ、今月は、まあ、KSL 月間ですか、我々の、ね、ナイトスターリリーね、はい、ナイトスターリリーという、ね、2人で歌うっつって、はい、9月13日今年1回だけライブやります、はい、初ライブ。そう、その時に、はい、にさ、はい、作れる歌をさ、はい、こう作っていこうぜ。あ、その6回の中でやりましょう、うん、1曲は作りましょう、絶対1曲はね、はい、最低1曲作ろうぜ、ね、はい、約束、うん、作ります。俺も作るわ、はい、ね、ということでこの後演奏もありますので、ね、どんな曲が飛び出すのかね、楽しみにしていただきたいなと思います、はい、本当時間早いですけれども、早い ね、 ね、初回本当に見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました、画面の向こうの皆さん、また再来週、バイバイ。